立花明ことぶきは、筑後国や長和藩の第八代藩主。第七代藩主、立花明通りの五男。母は、即室後藤島田は、証券委員。性質は、立花伊達臣の娘、美瀬子。子女は、ことぶきはじめ、娘、娘ら二男三女。幼名は、常の進む、通称は図書。意味名は、はじめとう、貫通の一時を受け取りん。 藩主就任時に、関主と名乗る。明和六年三月二十五日出生。母は、関西重修所家府では、側室後当資ということになっているが、三百半藩主人名辞典では、証権員。はじめおじで家臣となった、立花通兼の養子となっていたが、関西五年八月に、兄で着手だった、関一が父に先立って、江戸で死去し、もう一人の兄である通りが、 獅子になることを辞退したために、同年11月に獅子に選ばれ、12月に徳川家成に初めてお目見えする。完成9年ルー7月22日、父の隠居により、藩主となると、過労の影を信任し、己が実権を握る。これより先、過労で姉婿でもある、立花久春と突木通り坂らが、合決組を組織して、藩政改革を行ったが、 その厳罰主義と、党派的格策に対して、藩内で不満が表面化した。これを受けて、尾野は、過労の立花内前と突起通り境を解職し、さらに自社部行2名に撤去、物頭土継なから11名に筆則を命じている。しかしあまりにやりすぎたため、家中で反対意見も強く、同年末には早々と、立花久春ら多くが復職した。 完成11年9月、冒険、下一の維持である、関係を養子氏として迎えた。その後は反殺を発行するなどしている。また、文化元年には栃木通り境に、立花生を許可する。文政3年4月29日、江戸にて死去した。去年52、あと養子氏の関係が継いだ。事務所観光総書に掲載される、万延元年書の、 外談文文収容では、文化4年3月16日に、立花左近証言夫人が、日暮里の西文寺稲荷を参詣中に抜き身を持った、足軽風の男が乱入し、夫人の友先が打ち果たす事件が起こったとされる。ありがとうございます。